作家、タレントで活躍されている室井佑月さん、 X でひまそら支持者扱いされてブチ切れてしまう。ひまそらさんの支持者と言われるのってそんなに怒るようなことなの？ひまそらさんに救われた、ひまそらさんに味方したという人間は彼を支持しているんだなって思われても仕方ないよね。例えばだけど、人間革命を買った人間が、僕は草加信者ではないと言っても、周りから見たら信者と思われても仕方ないよね。ひまそらさんの味方を自称していながら、支持者だと言われると怒る室井さんに質問なんだけど、結局のところ室井さんはひまそらさんを支持しているの？支持していないの？まあ支持者扱いされるのは不愉快みたいだから、今後はひまそらさんに救われた人扱いしたらいいのかな？それともひまそらさんのことは支持していないけど味方している人の方がいいのかな？僕はひまそらさんに助けられたからという気持ちは大切にした方がいいと思うけど、ひまそら氏とその取り巻きがやっているコラボや二頭さんへの誹謗中傷ツイートや堀口氏への容姿ネタ等の明らかな加害行為を見ないようにしているのはちょっと都合が良すぎるんじゃないかな。ひまそらさんの言動は裁判所でも女性差別をしていると判断されているし、コラボへの発言は書類送検の段階に来ているわけで、その犯罪行為と認定されつつあるデマを、あなたは著名人で発信力拡散力もある人物なのに、デマを流布した人物を信じているのか信じていないのか、それが問われている段階に来ているんだよね。まあこれは室井さんだけに限った話じゃないけどね。というわけで、みんなは今回の件どう思うかな？よかったらコメントしてくれると嬉しいよ。ご視聴ありがとうございました。